まだ1勝しただけなので、やっぱり次が大事なので、いいリカバリーをして、いい準備をして、またコスタリカに勝って、決めれるようにしたいなと思います。前半耐えて0対1、そして後半逆転しました。チームとして何か変化はあったんでしょうか。まあ、まずはシステムを多少変えましたし、まあ、特に昨日もね、サウジが0-1のビハインドから逆転して、まあ、大きなことを成し遂げたので、自分たちもできると信じて戦いました。この勝利で日本中が今皆さんに熱い声援、拍手を送っています。聞こえますか。聞こえます。次も頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきました。お疲れ様です。お疲れです。自身5度目のワールドカップ、王者ドイツに、4度目のワールドカップ、ドイツに勝ちました。今の心境をお聞かせください。みんなブラボー。ブラボー。ブラボー。前半耐えて耐えて、そして後半逆転しました。長友選手がピッチで選手全員にコミュニケーションを取って、しっかりと鼓舞している姿が見えました。なんという言葉をかけましたか。いやもうピッチで出てる時も出てない時も常に一緒に戦ってたし、もう本当にベンチも含めみんな心が一つになったから、この勝利はもう本当に、まあ、たくさんの人がね応援もしてくださったし、歴史的瞬間だね。嬉しい。今日の勝利ですね、日本中が熱く盛り上がってます、うん、今日本でここに来ていないサポーターの皆さんに一言お願いします、うん。いや本当に今日来てくださったサポーターの皆さんも本当に熱い応援をありがとうございました。そして日本から熱い応援僕らにしっかり届きました。最後の最後までみんな諦めずに、戦った結果だと思います。本当に感謝します。ありがとうございます。次節も頑張ってください。ありがとう。お疲れ様です。よっしゃー。よーやった。前田選手お疲れ様です。初めてのワールドカップでしたけどもどうでしたか。まあ、まずは本当にここに来るのは本当にいろんな人の支えがあってこのピッチに立ったと思うので本当に感謝してますし、本当に素晴らしい試合をしたなというふうに思います。前半かなり難しい展開がありました。交代してからのチームが逆転勝利、ベンチでどう見守ってましたか。まあ、前半本当に最初失点で抑えれたのが本当に逆転勝利になったと思うので本当に素晴らしいチームだなというふうに思います。今日の勝利で日本中が今熱くなっております。ここに来られなかった日本のサポーターに一言お願いします。まあ、ここに来れなかった人のためにもやっぱり僕たちはやっぱ本当に勝利を届けないといけないと思ったので、本当に勝利を届けられて本当に良かったなというふうに思います。次節も期待します。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。浜田選手お疲れ様です。お疲れ様です。率直に90分戦ってのご感想を教えてください。そうですね、まあ、前半はやっぱり僕たちは、まあ、すごい彼らをリスペクトしすぎて臆病に戦っていたと思うし、まあ、僕個人的なプレーも、まあ、今シーズンで、ね、一番良くなかった出来だと思うし、あの前半のままねのようなサッカーをしたまま後半も終わっていたら間違いなく一生、ね、後悔するような内容で、まあ、それを、ね、しっかり森保さんが、まあ、フォーメーションを変えて、まあ、自分たちが果敢に、ね、勇気を持ってプレーできたことが、ね、まあ、全てだったと思います。今日の試合をやるにあたってですね、いろいろなメディア情報だったりで日本が難しいんじゃないかという情報が入っていました。今日2対1で勝ちました、はい、どうですか。いやまあ普通に僕は常に言い続けてきてましたけど、間違いなく彼らの方が実力があってクオリティはあるのは間違いないと思いますけど、うん、まあ自分たちはね本当に勝てるっていうふうに思ってたし、最低でも勝ち点1は取れるっていうふうに心の底から思ってたんで、まあ、しっかりね結果で証明できてよかったなと思います。次節コスタリカ戦、次勝てば